さあ、77共同通信社さんにやってきました。さあ、改めてなんだけど、今日はなんでこんな格好してんのかな。テーマは何？本当に歌舞伎かと思ったけれども侍なんだ。はい、今日はですね、77侍と言いまして、実は彼はですね、この映画日暮らしの木、10月4日公開の映画の PR のためにこの格好をしてきているんです。この日暮らしの木のどんなところが見どころなんだっけ。あったあったあった、そのシーンもね。そうですよ、まあ、チャンバラというかね、やっぱりこうかなりこう激しい戦いのところもあれば、やっぱりなんといっても愛ですよ。愛の物語ですよ。家族の愛だとか、あとはこう師弟愛ですよね、やっぱり。では最後に皆さんにメッセージを一言お願いします。シンプル。非常にシンプルですね。もう究極の師弟愛が見られます。見てくださいな、ということでした。ありがとうございました。以上、77侍と加納でした。